きます。ナイス DJ。 OK、 今のが DJ D。オッケー、16人でいくわ。Yeah, yeah, yeah, what's up? Yeah, Okay, yeah. DJ Lee, run it! Yeah, 2017年に新潟の刑務所から出てきて、俺は一番最初に UMB に出たんだ。その理由はなんだかわかんないけど、刑務所の中でもラップバトルが流行ってたんだ。俺は出てきてから何もコネクションがなくて、一人でずっと戦うしかなかったから、だから2000円エントリー払ってステージに立って戦える場所が本当に最高だったんだ。それから5年が経った。2022、2018は俺マニュードに負けた。2019はパクられちまった。2020はコロナで延期になっちまった。2021はシャモが取ってくれた。そして2022、俺が取んなきゃいけねえんだ。お前の気持ちもわかる、俺の気持ちもわかる。俺は今ステージのセンター本番なんだ。後半やっと俺の方向いてくれたな。最初から本当に長い前振りでや。いや、自分のこと言うのはいいけど、そういうのは自分のショーケースでやってくれやいいだろ。俺はあんたと戦いに来てんだよ、それを忘れねえよ。俺はあんたのそのまっすぐな眼見て、俺だって今ヒートアップしてどいたきってきてるって。かわいそう。In the house。 いいよそういうの気にすんじゃねえよ。いや、これフリースタイルだぜ。客の心振り向かず、今日は俺がクリスタルのように光る。いや、相手がベノムだろうと関係ねえ。あんたはマジで生かしてるラッパー。あんたも俺のこと認めてくれた、それは嬉しかった。今日は俺らでナンバーワン行くぜ。ごめん、2小節やるよ。いやいや、マジでそういうのも。俺は本気で勝負しようと思ってるから、お前と常にフェアで戦いたいと思ってるぜ。ここはな、千葉なんだよ。俺が名前売れてる、そんなもん一つも関係ねえよ。俺のショーケース当たり前だよ。ここは俺の地元、俺の場所なんだよ。ここはルーム、ここはアンダーグラウンドルーツ。俺は根っこ張ってずっとここに残ってる。和牛道がいねえって言ったやついたけど、和牛道ここにいんだよ。ちゃんと連れてきてる。クソにも流され、全員連れてくぜ。俺はお前もお前ら全員も連れてく。今日俺が優勝して賞金全部使う。全員で酒飲んで乾杯しようぜ。だから最初の俺の言ったバス何も聞いてねえんだな。あんた客の方ばっか向いてよ。俺はあんたと真正面に向き合ってんだよ。あんたがかっけえって分かってるから。いや、あんたマジで生かしてるが、俺がこの場でタコ殴りあんたに負けって言わして、スタッても台でも俺はここに残り続ける。いや、マジでイケてるぜ。地元がここじゃなくても俺は千葉という街、そこを愛してるからこそあんたと真正面でぶつかり合えられる。南房総クソな田舎町かもしんねえけど、俺が今日あげてやるぜ。マジで大事にしてる地元の仲間、消えない絆は一緒の宝。終了。ザッケー、ザッケー。オッケー、まずは先行ベノムがヤバいと思ってやる。後攻ジャック GX がヤバいと思ってやる。まずはジャック GX、 ジャッジの方に行きたいと思います。ジャッジ、勝者赤ジャック GX。